こんにちは、すみこです。今日は2月3日、バチトレルセンター練習台は節分のしずえさんですね。今日は節分、鬼は外、福は内。おお、もう今日節分か、早っ。で、練習スタート。恵方巻き、恵方。恵方巻き食べなきゃ。さーて、どっから行こうかな。まずはしずえさん抜こうか。はい、抜けるかな。グッと、よし。次どうしようかな。恵方巻きを押し込んで、うむ、ちょっと地道に取るしかないね。次しずちゃん取るよ。うん、大丈夫かな。よしよしよし、ぜ、もう一周いけたらね、すごく取れるんだけどね。どっか短縮できる場所あったかな。あー、恵方巻き食べたくなってきちゃった。海鮮恵方巻きが好きです僕は。はい、9枚ゲットできました。さあ来い。小当たり当たるかな。小当たり、あ、残念、今日は小当たり当たらず。よし、結構ちょっと今回寝台残っちゃってるな。今日はこの毛糸台狙っていこうか。昨日の練習の通り、メガネを押してグレースをつかむ。いきます。ちょっとメガネのこっち側に倒して、嘘。ところがどっこい、これが現実。1個しか取れませんでした。やっちゃってるよ。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあ、もうグレースを掴むしかないよね。はい、手入るかな。よし、いや大丈夫なんか。うん、オッケー。さてと、じゃあケイトさんを、全部残ってるからな。アームで、あー、ちょっと手前すぎた。いやー、でもオッケー、結果オーライ。さあ、そしてケイトさんをしっかり掴む。大丈夫だよね。うむ、やりました。ちょっと手数かかっちゃったけど、よし、今日はちょっとこれ成功させよう。落とすよ、しっかり。またやった、なんで。ちょっと向こうまでしっかり落とそう。これで大丈夫だよね。はい、あー、よかった。え、ちょっと落ちて、頼む。そうでしょう。グレースと、ケイトさんゲットできました。嘘でしょ。何あれ、一手で取れないじゃん。目を疑ったぜ。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。アザラシが縦に登っていく水族館、いろんな角度から見られて可愛いっす。北海道の水族館っすかね。自分も行ったことあるっすよ。北海道はね、僕行ったことないんだよな。沖縄のね、美ら海水族館なら行ったことあるよ。すごい、なんかクジラみたいのがいたね。で、こうやってね、なんか管の中を通ってるの見れるのっていいよね。いろんな方向からパイプみたいになっててね。それにしてもアザラシかわいいな。ゴマちゃんみたい。
はい、今日はねここら辺で終わろうと思います。今日は練習台でね節分の静江さん台あって、僕実はね、昔の動画ね見直しました。1回はね今日と同じようにやって、練習台の方はねやり直しを狙って失敗して1枚しか取れずっていうのがありましたね。もう8ヶ月前と10ヶ月前だったかな。節分の静江さんでね検索すると出てきます。まあ、でもその中でも今日は5プレイで全部コンプと、まあそこそこ良かったんじゃないかな。そうすると本番台、グレースをね一手で掴めるかなと思ったけど、今回は加工制限になってしまって、上で掴んじゃって失敗と。でもその後はそこそこうまくいってね、4プレイでコンプすることができました。そしてね2プレイ使ってまあ余裕だろうと、下のバッジをね残りの下のバッジを取ろうと思ったら2回とも失敗。しかも1個はね爆弾が破裂してるのにもかかわらず、舞い戻ってきちゃうっていうちょっと衝撃展開でね、これはもう今週のコンプは絶望的になっちゃったかなという感じです。でもね明日も諦めずに大当たりとか出るかもしれないからね、楽しんでバッジ取っていこうと思うので、よかったらね明日も見てください。それじゃあ土の子でした。